あ、いるわ。嘘でしょ。あ、上から降ってくる。いて。嘘でしょ。どんだけ降ってくんねん。ちょっと逃げる。どうもどうも、マサトです。いびきワールドへようこそ。見つけました、砂漠見つけましたよ。前回になるかな、森の洋館見つけましたけども、その近く、まあ、帰り道で、砂漠発見したんですね。ここに砂漠の寺院があるんでしょうか。結構広そうな場所なんで、ひょっとしたら見つかるかもしれませんね。残り2つ壺のかけらですね、2つ見つければそれで全てコンプリートというふうになります。さあ、発見できるんでしょうか。ってことで早速始めてまいりましょう。まずは寺院があるか。赤す、じゃあこれちょっと取っとこうか。まあ、取らなくてもいいんだけどね、せっかくあるから。痛い。チェストは、ん、お先か。でこれだよね。あ、落ちてはいない。上にあるのかな。 OK。 はい、さあ、あるかな。村が出てきても無視します。あ、村だね。ラクダはいるかどうかだけ。いない？ラクダいないか。はい、メサ出てきましたね。えらい警告ありますけれども。あ、これそうじゃない。寺院、埋もれてる寺院じゃない？あ、ここか。完全に埋もれてますね。こっちは明るいからいいんだけども、こっちが、だからここら辺かな。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。これですね。あ、早速出てきた。弓とダイヤが欲しいんですよ。これ違うな。じゃあ掘っていきます。ここ下へつながっていってんだよね。これも違うし、出てこなかったら痛いな。あと向こう側ちょっと削ろうか。あ、これそうですね。はい、出てきた。ダイヤと弓。あ、出た。はい、1個ゲットしました。これがなかったんで、あとダイヤですね。あ、やっちゃった。あー、見てなかった。今の何だったんだろう。あ、これそうだね。あ、寝ようか。寝れる。ここで寝れるやね。本当のダイヤが出てきた。で、これもだ。クワ？火薬か。あ、出てきた。ダイヤであれ。ダイヤ、ダイヤ。違う。違うな。違う。あ、また2つ目。終わりですね。で、こっちとつながってんのか。はい、それじゃ下行きましょうか。こっから降りていったらいいんかな。だよね。 OK。 行けました。じゃあまずお宝を。
おっと、出てきたね、またね、カジ型ね。オッケー。持ちきれない、ひょっとして。あ、持ちきれないわ。あ、置いてきちゃった。 TNT 回収。オッケーっす。あと1個か。あ、ちょっと見てみる。あ、下あるわ。危険だね、ここ。うん、はっ、あ、ないわ、いいわ。あ、これだけもらっとこう。で、めんどくさいとこにあるな。これ中入れる？入って閉じるか。中にいたらやだな。来たよ。もう閉じて。あとは？あ、いるわ。嘘でしょ。あ、上から降ってくる。いて。嘘でしょ。どんだけ降ってくんねえ。ちょっと逃げる。邪魔なやつは倒す。上から入ってこられるんだもんね。これでいいか。ああ、痛い。中に外いるよね。発掘に集中させて。あと、もういないか。あ、あ、え、どっから、お前いたんか。え、どっから出てきてる。まだ空いてるところがあるのか。あ、降りてきてるね、上から。ここがダメなのか。こっから降ってきてるんか。矢だらけ。じゃあこっからだね。ダイヤが見つかればそれで OK。あ、ここはありますね。あ、来た。ダイヤ？違うか？あ、来た。はい、揃いました。コンプリートです。あ、これもそうだね。なんか上でハンハン言ってるけど。あ、これで弓も3つ目ですね。はい、次。これは？あ、ダイヤ2つ目。いけました。あ、これそうだね。これは？あ、3つ目。ダイヤ3つ目。で、こっから上がるんかな。あ、これ上。あれだな、壊しちゃう可能性あるから。こっち側から行こう。ないんかな。うん、これでつながりましたね。 OK。
だからこうなってるから、でダイヤでしょ、なので3つずつゲットできました。オッケー、じゃあチェック、はい、ありますね。あ、こっち4つあるやん。オッケー、よし、じゃあ引き上げましょう。よし、じゃあ脱出するよ。逃げた。こう来たからこっちだね。あった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 。あれもちょっと見とくか、かけら増やすためにね。あれ来てる？あ、ここ来てるわ。あれ、さっきのところ？いや違うな、前に攻略してるわここ。じゃあもう帰りますか。さっきの水汲み場だけでも行ってるってことになるよね。あ、じゃあこの近くにゲートあるってこと？あ、あるから、あ、攻めてるわ。初期に来てたところですね。そしたら初期来た、1.20 になってから来た場所ですね。そうだ、これだ。はい、ラクダが繁殖させたとこだよね、ここ。はい、ゲートこちらでございます。じゃあ戻りましょうか。はい、帰ってまいりました。残り2つ無事ゲットすることができまして、こことここですよね。で早速作りましょうか、3個だから6個。でいいですかね。で、作業、ここは作業台ないのか。これとこれですね。で、これはあるか、一応全部出しておくか。はい。で、鍵型も6個ね、これゲットできてますんで。ここですよね。で、まず弓。弓の壺。で、ダイヤの壺。はい、行けましたね。なのでこれだよね。はい、まずここ、そしてダイヤということで、全部で20種類かな。ここ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10で、下も10だから20種類すべて壺のかけら、コンプリートいたしました。一応ミッション達成ということでございます。あ、じゃあかけらこっち入れとくか。これ順番バラバラなのかな。あ、バラバラか。じゃあいいや。はい、という感じでございます。またどっかで寺院とかね、見つけたらトレイル遺跡とかね、ここに、入れていきたいと思います。はい、ということで今回は残り2種類2つですね、壺のかけら見つけまして、やっと、全部で20種類、コンプリートすることができました。これでもう壺も終わりですね。はい、
まあ、あとは地道にまたかけら見つけたらここに、集めていくというような感じになるかと思います。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。